こんにちは。小林音楽教室主催の小林陽子です。今日は作曲ソルフェージュクラスの村上玲子先生にお話を伺います。直前講習会の担当の先生になります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、入試の概要を教えてください。はい。東京都立総合芸術高等学校の音楽科実技試験は、一般入試、推薦入試ともにそれぞれの専攻実技に加え、旋律および和声の書き取り、新曲視唱、ピアノ専攻を除くすべての専攻の方に副科ピアノが課せられております。旋律の書き取り、いわゆる旋律調音について、どのような問題が出題されるでしょうか。旋律調音は長調短調1台ずつ出題されます。いずれも8小節の課題です。調に関しては、だいたいシャープ、フラット3つぐらいまでの調が出題されます。表紙は4分の4、4分の3、4分の2、8分の6などがよく見られます。和声の書き取り、いわゆる和声調音について、どのような問題が出題されるでしょうか。和声調音は4声体で、長調短調いずれか1台が出題されます。大譜表の高音部譜表にソプラノとアルト、低音部譜表にテノールとバスセーブを寄付します。2分の2拍子で8小節、調性はシャープ、フラット3つまでの調がよく見られます。新曲視唱について、どのような問題が出題されるでしょうか。新曲視唱は長調短調いずれか1台が出題されます。8小節で4分の4拍子、4分の3拍子、4分の2拍子、8分の6拍子がよく見られます。調性はシャープ、フラット3つまでの調がよく見られます。直前講習会ではどのようなレッスンを行いますか。まず入試直前講習会では、過去の入試問題を分析、理論的なポイントを挙げていきます。それから類似課題に取り組みます。視唱も聴音も確実に自分のものにしましょう。また受講生それぞれの力を伸ばしたい部分について、個々にお答えしていきたいと考えております。臨場感を持って実習できることが、受験本番前の良い経験となるでしょう。それでは、過去の入試の傾向を踏まえ、作成した旋律調音の課題についてお話しいただきます。旋律調音は長調短調それぞれ1問ずつ出題されます。今回は呂短調4分の2拍子8小節の例題から、回答のポイント、気をつけたい点など挙げていきたいと思います。早速例題をお聞きいただきましょう。この課題は4分の2拍子です。4分の2の課題は、4分の4拍子や4分の3拍子の課題に比べ、一拍を大きく取る、すなわち四分音符分のテンポが遅くなっているものが多いです。調音の際には、頭の中で拍をカウントすることが大切ですが、
大きい拍が数えにくいときは、1、2と数えず、1と2とと数えると分かりやすくなります。タイでつなげられる音符が3箇所見られます。拍をしっかりカウントし、拍点になっている音は拾い上げるよう寄付できれば、リズムのズレを防ぐことができます。3小節目に連続刺繍音が見られます。連続刺繍音は元の音に対する情報・下方の刺繍音が連続して用いられるものです。エイス、ミのシャープは刺繍音として半音高められたものであり、この部分は一時転調ではありません。5小節目、6小節目は一時転調しています。この課題に限らず、8小節という長さの中で、5、6小節目はいわば起承転結の転ともなぞらえられるような変化のある動きが見られやすい箇所です。臨時記号に気をつけ、寄付しましょう。7小節目にはナポリの6、主音の単2度上の長3和音の第一展開形が用いられています。ナポリの6は単調課題の終結近くに登場することの多い和音です。迷わず書けるようにしましょう。3小節目、7小節目には16部休符があります。聞き落とさないよう気をつけましょう。いかがだったでしょうか。過去に収録した課題も合わせてご覧いただき、参考にしていただけたら幸いです。課題演奏は、もし途中でわからなくなってしまっても、最後まで聞き通しましょう。全体の流れをつかむことが、音やリズム一つ一つを理解する手がかりとなります。入試に向け最大限力を発揮できるよう頑張りましょう。小林音楽教室では直前講習会を開催いたします。詳しくはホームページをご覧ください。